こんにちは、韓国フィーカーチュニワテヒです。はい、今日はペーパーハウスコリア1話2話のレビューをしたいと思います。はい、テヒさん。はい、私このドラマめっちゃ好き。わかる、めっちゃ面白いな。そう、1話2話しかまだ見てないけど、いや頭脳戦とかさ、心理戦とかさ、はいはいはい、そんなんめっちゃ好きやから、もうめちゃめちゃいいわこれ。面白い設定がな。そうで、展開も早かったし、そう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 、めちゃくちゃな。そうパンパンパンでもうさ強盗に入ってったやん。そう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 、だからそれがいいのと、いやまあ比べたらあかんかもしれんけど、あれやろあれイカゲームだ、うん、イカゲームと比べたら断然こっちの方がいいわ。私もこっちが面白いかな、うん、まあ、なぜ比べてしまうかと言ったら、やっぱりあの赤の衣装と仮面で、はいはいはい、ビジュアル的に被ってるやんか。そうやな、だからどうしても、うんうんうん、あの全く別のドラマやね、だけど、まあ、イカゲームはな韓国であれして、でこっちの方はさ元がスペインのドラマのリメイクやん。 やん、それもちょっと違うのかもしれへんけど。そうだから面白いよ。そう、元がスペインってことも知らんかってんや、うん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 、だから見る直前に結構みんなが、あのスペイン版見たから、次はコリア版見ますみたいなのを、なんかこうフェイスブックとかで見て、はいはいはい、あ、そうやったんやぐらいの感じで。私だからこっちを見てからスペイン見ようと思って。一緒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 、うん、その方がなんかさこっちを楽しめるやん。そうだから、ハンドラ好きな方は絶対ペーパーハウスコリアからの方が私いいと思う。あー、なるほどね、あのスペインの方見てないけど絶対演技力とか緊迫感っていうかさ、このなんていうの、設定もおもろいやん。南北が統一した後みたいなさ、2025年の、そう、ありそうでなさそうな設定で、そう、だからまあスペインは分断してないからさ、だからそこがどうなってるのかはまあ知らないけれども、まあだけど面白いからこれスペインを見ようっていう感じ。役者全員、いやもうそれやろ、全員がいい、あの強盗組で、ね、そう、そうなんよ。だからさ、まあ最初にチョン・ジョンソさん演じる、まあ、東京や、東京な、はいはい、これがまた北朝鮮アーミーで、そうすごいよ言葉だけ言うとなんか危ない感じするけど、ね、まあ BTS のファンでな、BTS のまあ、歌聴いたりとか踊ってるところから始まりの、そう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 、だからそこから軍に入って、まあ言ったらああいうバンバンやるっていうかな。そう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 、だからまあ体力とかさそういう力はな、ね、またな、顔もええやん。そうやね、ようあんな子選んでくるなと思うぐらい、ちょっと間違えたら狂気に満ちた感じの顔やん、あの子。そうやな、でも別品さんやしな。そう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 、そこがな、もう配役がやっぱりこうすごいっていうか、いい役者ぴったりの人選んでくるのがすごくて。そうだからパクヘスもさベルリン役な、あの中でこう仕切っててさ、収容所か、収容所の中でさブワーってこうまとめる能力がすごい高くてな。いやもうほんまパクヘス、私、イカゲームからしか見てなくて、パクヘスは知らんかって、はいはいはい、でもテヒさんがずっとパクヘスさんのことを、何だっけ、刑務所のルールブックやった。そうそう、で今回やっぱこのドラマでもさっきも言ったけど、狂気に満ちた顔がさめちゃめちゃうまいやん。だから私な、最初気づかへんかって。あ、そうなの？あのイカゲームの同じ人物ってわからんかって。あ、そう。イカゲームではさ、設定がさ、ソウル大出身のインテリが落ち、はいはいはい、まあ言うたら、ね、転がるように落ちてって、みたいなところでサバイバルみたいな感じやったから、ちょっとインテリ感出してたけど、はいはい、このゲームでは、だからそこがすごいね。そうやね。このな、あの、ペーパーハウスでは、ああいう役やんか、収容所を、上がりのものすごいなんか、なんか武闘派でもないけど、はいはいはい、もう締め方知ってますって人間のな、統制の仕方、まあ、いいか悪いかは別として、そう、で、前にな時代劇ではな、僧侶役やってたんよ、めちゃめちゃ丸いだからお坊さんな、そうで、まあ皆さんもご存知の刑務所のルールブックとかさ、六竜が飛ぶでは、イソンゲの右腕のイジランっていうのを役もやっとってさ。はい、あ、そうか。ほんなら私六竜で見てたんや。そう、見てるね、見てるね。あ、そうかそうか。だからそのお坊さんからさ、あんな収容所上がり。すごい、いい俳優やわ。で、だから、改めて。テヒさんに刑務所のルールブック見ろ見ろって言われてて、見ようかなと思った。思った。やろう、見てみて。せやね。やろうやろう、レビュー。レビューやろう。これ絶対やってみて、見てほしい。オッケーオッケー。そう。で、あとはさ、まあ、ニュージテさんのさ、教授や。
教授が行くな。教授の名前、教授という名前のつく人は何か引っかかってしまいますけど。うん。でもあの人の頭脳心理戦っていうのが見物やなって。まだほら2話までしか見てないからさ。こっから先な。どうなんねんやろって。うん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 、な。ほんで、崩壊するのか、言ったら交渉人のな、ちょっとこう近づいてるさ、あの女の人との、うん、言ったらあそこのバチバチ感もさ、これから。いや、私な、うん、もう教授買ってほしいな、思って。まあ、実はな、強盗して悪いことしてんねんけど、私も教授に買ってほしい。そうやね。なんか、ちょっと、違うかもしれんけど、なんとなくオーシャンズイレブン的な感じで私は楽しんでるっていうところ。わかるわかる。うんうんうん、で、あでも犯罪やから、ほんまあかんねんで、うん、犯罪者に加担じゃないけど、うんうん、頑張れって思うのまああれやねんけど、こっちの場合はさ、イカゲームと違ってさ、こう絶対人質も傷つけへんとか、うん、絶対殺したらあかんっていう元にやってることやから、なんとなくこう肩入れできる感じなのよ。そうやな、ね、バーンとはなったけど、あの妊婦さんな。妊婦じゃないの、嘘ついてるの、はいはいはい、局長とできてたな、ね、うん、女の人がまだ分かってないやん、バーンって音はしたけど、うん、そう生かされてるのか、生かされとるやろって私は思ってる。死んでないと思うな、うん、息子な、だからデンバーもさ、うん、感情のコントロール効かなさそうな感じやんか。まあちょっとな、メンバーとして入って、うん、まあ、ちょっとそこも不安材料やねんけど、だけどデンバーもしかしたらあの女の人にちょっと恋心抱いてんちゃうかみたいなことは私思った。あ、なるほどな、そっちの線な、うん、それも面白いな、うん、そう、まあ、だから登場人物が全員おもろいやん。そのさっき言ったけどナイロビ、そのチャン・ユンジュっての女の子さ、そうモデルのな、うん、あの人41歳やで、すごいな、あのスタイルはいいしさ、びっくりして、モデル歴20年って言うから、え、何歳からモデルしてたんですかと思ったら、うんうん、そう、あ、そう、うん、なあ、もう個性派ぞろいのさ集団で、で、あと一人ね、忘れ、まあ一人じゃないけど、忘れてはいけない。あれキム・ユンジンさん。そうやね。シュリのキム・ユンジンさん。はいはいはい。うん、私、キム・ユンジンさんめっちゃ好きで。あ、そうなの？そう、実はな、シュリに出てた時は、うん、別にこの人そんな綺麗じゃないし、うん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 、なんで、な、この主役を選ばれて、はいはいはい、こんな話題になってんのかなって、チラッと思ったことあんねんけど、うん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 、私ほら、ロスト大好きやったやん、はいはい、アメリカの。うんうんうん、その時にサンっていう、うん、出てた人か、そうキム・ユンジンにな、だからダニエル・キムさんのさ、うん、あとあの結婚してる役やったんや、はいはいはい、そうそう、あの人やったんや、全然気づいてなかったわ。あ、そうなんや、うん、であの人はあの韓国人として初めてアメリカのエージェントと契約した人で、うん、まあ、それもそのはずっていうか、まあ、生まれはソウルなんだけども、うんうん、10歳の時にアメリカに渡って、まあ、移民なわけよ、はい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 、だから英語もペラペラやし、だからまあ韓国で女優として趣里で、うんうん、まあ、有名になってからは、うん、まあ、おそらく、まあ、アメリカにもう一回渡って、うん、あっちで女優活動を、へえ、うん、そうなんや、そうで、また逆輸入みたいな感じですか、うんうん、戻ってきて、はいはい、憧れに出てはんねんなって感じだったけど、でもなんかスタイルも全然変わらへんし、一個も老けてへん、あ、そう、うん、まあ、演技もな、それはうまいわ、うまかったな、それはうまい、そう、あの人でおったのめっちゃ覚えてんねんけど、うん、旦那さんの印象の方が強くてさ、そう当時は、世界で一番有名な韓国人みたいな感じで言われてて、あ、ロスで、あれ男の人じゃなくって女の人の方のことやったん、うん、ダニエル・キムも有名やけど、うんうんうん、まあ、ダニエル・キムは私のもう一番大好きな、うんうんうん、あのハワイ・ファイブに出てるから大好きなんだけど、うんうん、その夫婦役やったんや、ダニエルさん、うんうんうん、ダニエルさんは完璧に向こうの人やんな、うん、アメリカ生まれか育ちやんな、ほんまに、うん、分からんけど韓国語も一応喋れるけどさ、喋、うんうん、れるんやったっけ、うん、まあまあいいか、うんうん、そんな感じで、はいはいはい、そう、あとはあれよ、なんかパク・ボゴムとあのジージョアゴ出したようなリオ、そうそうそう、そう、私ごめん、あのボゴミーファンいっぱいおんの知ってんねん、うん、私の友達で も、うん、もうボゴミー大好きって人いてるんけど、ボゴミーあかんねん、だけど彼はボゴミーに似てる、はい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 、G ドラゴンにもなんか似た感じで、うんうんうん、好きやねん、これだからな、孫徳女王のキム・ユシンの子供の頃の役をやってたんよ、あー、はいはいはい、だからオムテヨンの子供への頃、そう、どっかで見たことあるなと思ったら、なるほどと思ってさ、はい、かわいいかわいい、うん、うん、そうそうそう、そうなんよ、そんな感じで、まあ、うん、まあ、いいキャストも揃ってるし、うん、ストーリーも面白いし、これは私好きやわな、もう早く3、4見たくて仕方なかったよ、レビューするせやろ、この話して、そうそう、混じって話混じるから、だから3話でやめとこうって話、そう、もう3、4までにせえへんっていう、もうちょっと思ってて、うん、うん、そうな、
なんですよ、うんまあまあ、でもまあ6話までやからさ、まあ、とりあえずは、はい、とりあえずは6話までだから2話ずつレビューっていうことでやって、うん、でまあ6話以降気になる方はまあペーパーハウススペイン、うんうん、そっちの方がもう全部終了してるから、はい、見たらいいんじゃないっていう感じらしいんですよ、うんうんうん、そうなんやな、うん、まあいやもう6見てあ6見たらでも見てしまうかなスペイン版いや私はオリジナルをコリア見てから見たらスペインも6まで見るあなるほどな、うん、じゃないと、うん、次が面白くないもんな、まあ、シーズン2がせーねん韓国ドラマの方が私は多分、うん、面白そう面白そうやな、うん、役者が揃ってるからうん、うん、いやもう教授とあのな警察の交渉にネゴシエーター役とのだからとのやり取りがもうたまらんなちょっと趣里っぽいけどなはい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 、うんシュリもそうやって、うん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 、彼女になってみたいな、うんうんうん、こっちはまだ逆パターンやけど、うんうんうん、だからあのまだ見てない方はおすすめはい、うん、ぜひ、はい、見てください、はい、でペーパーコレハウス3話4話のレビューもしますし、うん、5話と6話はもうあのライブ配信で楽しい楽しい大好きなライブ配信でやろうと思っていますので皆さんもよかったら参加してくださいはいということで、続々と韓国ドラマや映画のレビューやっていきますので、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。お願いします。SNS の方も開設しておりますので、そちらの方もよろしければフォローお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。それでは、アンニョン。